眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めることで良くなる老眼についてお話ししようと思います。老眼というと、年齢で手元が見づらいというのがイメージとしてあると思います。確かにそうなんですが、近くを見る作業が多すぎるとこの老眼が進みやすくなります。特にパソコンやスマートフォンをよく使われる場合は 2,30 代で老眼になられている方もいらっしゃいます。そうならないためには目の状態、目の筋肉を少し柔らげてあげた方がいいです。とは言ってもいきなり筋肉を柔らげるというのは難しいわけです。ではどうすればいいかというと、まぶたや目全体を温めることでこの筋肉を柔らげてあげる方がいいです。まぶたを温めるということは涙の質も良くしますし、目の筋肉に対してもいい作用がありますので、ぜひやっていただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。